潜在予告動画を見たところ、若かりし頃のオライオンパックスって優しそうな、で戦いもあんまり得意じゃなさそうな青年だったんで、これは劇中でどういう風に戦うのか非常に楽しみですね。ボタファの秘密基地。 動画をご覧に皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するのはコールド劇場版トランスフォーマースタジオシリーズデラックスクラスオプティマスプライムだ <laughs> ああ、全国のガンギャロウ集結せよオタファはあと何回オプティマスプライムをレビューするんだろうか <laughs> というわけで行きましょう、えー。今年の9月に、えー、間もなく公開トランスフォーマー1。これはトランスフォーマーたちの起源を描く最新作なんだけど。これ早く見たいですね。 で、このトランスフォーマー1に関連するおもちゃっていうのはいろいろと発売されています。が、このスタジオシリーズは海外版となっていて、日本でも今後11月ぐらいだったかな発売予定があります。ビークルモードからロボットモードにトランスフォーム。今日はね、これじっくり見ていこう。あっけろ。じゃん。なんかロボットモードで入っています。この作品の物語の舞台はトランスフォーマーたちの故郷、セイバートロン製の都市、アイアコン。 このディスプレイのところもアイアコーンになっていますね。栄えた都市になっています。ちなみに見どころは、オプティマスプライムの若彼氏頃、オプティマスプライムじゃなかった頃ですね。オライオンパックスと言います。そのオライオンパックス青年がどのようにしてオプティマスプライムになったかということと、古くからの大親友のメガトロンがどのように 悪ののィセプティコンの破壊大帝になっていったのかっていうところがね結構見どころですさあロボットモードスタイルがかなり整っていてボリューミーですねどことなく若い雰囲気を感じます最初海外で潜在画像の発表があった時にこのグレーのところがね少し黄ばんでるような感じがあったんだけど実物見るとそこまでまあ黄ばんではいない感じかな 少し濃いめのグレーで、まあ、少し黄色がかっているかなという感じですね。手で持ってみましょう。こんな感じの色味ですね。パッと見ちょっと黄色っぽいんだけど、でも重厚感のあるグレーという感じです。大きさはデラックスクラスで、まあ平均的なサイズですね。トランスフォーマーのコアなファンの方ならすでにね、告知映像を見たと思うんだけど、まさにあの顔立ちになっていますね。さっきも言ったんだけど、どことなく若いですね。造形や塗り分けも細かい。 胸部にはクリアパーツ、クリアブルーが採用されています。中を開けるとリーダーの証、マトリックスが入っています。後で手に持たせましょう。小さいながらこういう細かいところが再現されていていいですね。腰回り。ここら辺も非常に立体的。足回り。ワンポイントのイエローの塗装があります。造形もちゃんとしてていいですね。パッと見の肉抜き穴とか、 そういったものはあまりないかな。こういったところにちょっと感じるぐらいかな。ここの部分を開けると、外付けの、こういうパーツが入っています。これはロボモードの武器などでは使用できないですね。このように取り付けて、背面にセットすると。他の付属品、武器。クリアブルーのエナジーアックス。ここが手に取り付ける場所になっています。エナジーアックスは、 クリア、オレンジのイメージがあるんだけどね。今回はクリアーブルー製となっています。そして、この両脇の部分がジョイント。バックパックに左右どちらか好きなように、このように取り付けることが可能。可動見ていきましょう。頭部がボールジョイント。上をしっかり向けることができますね。あと首元が軽くスイングします。それから腕。安心の軸ですね。 軸稼働になっています。多少後ろでちょっと干渉するけど、まあ動かないということは全然ないですね。ロールがあって、手首も回る。それから胴体は、この腰のこのパーツですね。これがアクセサリーパーツなので、まあないものとして考えれば、これはこのままで、この胸部のところでね、稼働します。足回りは、腰の部分が、このようにスイング機構があります。 これでどかすことによって、ちょっと一回外します。つければボールジョイントですね。これによって結構足を上まで上げることができます。一軸で膝も曲がります。ここにロール。結構自由度高いですね。つま先、そして内側。各部を動かしてアクション大きく足をどしっと広げたポーズです。 何度か言ってるけど、そうだね。やっぱり総司令官というよりは若い戦士という感じだよね。それはポージングをさせても同様に感じます。このボリューミーなデザインに大きなアクションポーズが非常に合う。それから武器のエナジーアックス。潜在予告動画を見たところ、若かりし頃のオライオンパックスって優しそうな、で戦いもあんまり得意じゃなさそうな青年だったんで、これは劇中でどういう風に戦うのか非常に楽しみですね。 このパイプの部分、ここが外せます。これがハンドガンタイプになっているわけですね。両肩外せば二丁拳銃にもなります。ごつい大きなブラスタータイプじゃないっていうところもまたポイントかな。戦い始めた青年がオプティマスプライムになったっていう感じが非常によく出ています。今回可動範囲が広いですね。これポイントになっているのは股関節の部分がボールになっているっていうところかな。よ、あの軸よりもより細かくポーズ。 ポーズ付けができるんだよね一方でね、もうこれ一か八かなんだけど、個体差によってはすごい緩いものもあったりとかします。今回のちなみに僕のやつはね、かなり渋みはありましたね。十分な硬さがあります。このぐらいのやつが全般的にあるといいんだけどな。いつかこれが日本で発売された際のあなたの個体もね、硬いといいなと願います。さあそれからリーダーの証マトリックス。 取り外すとこのようになっていて、すごーく小さいパーツになっています。表、裏。で、この横のところにね、ピンがあります。これ、持たせるときのアイデア、秀逸だなと思ったんだけど、拳に切り欠けがあって、ここにこうやって取り付けられるんですね。サイズも相まって、個人的には変じゃない持たせ方になっています。これを両手で持たせてあげれば、 マトリックス持ちがちがゃんとできます。これはいいアイデアですね。長年このマトリックス持ちというのかな。手首のあの可動がないとこのように持たせられなかったんだけどね。いいアイデアだな。これ一つトランスフォーマーの歴史としては解決したよね。ロボモード。最後は大きさ比較いきましょう。だいたいねデラックスクラスの平均はロボット魂ぐらいなんだけど、こう見てわかる通りちょっとでかいですね。 ま、同じクラスでも物によってバンブルはだいぶ小さかったりとかするんだけど、このオプティマスプライムは少し大きめに作られています。改めてトランスフォーマー今年で40周年。これは少し前に発売されたミッシングリンクコンボイの単品版になります。世代の人にとっては懐かしいデザインですよね。これはやっぱ僕の中でコンボイだわな。オプティマスプライムじゃなくてコンボイなんだよな。さそれから アスライズ、オプティマスプライム。これも僕は、コンボイなんだよな。<laughs> さあ、そして、劇場版の今、えっ、ー、と、最新作ですね。まあ、こう、前作にあたります。ビースト覚醒。同じく、これもスタジオシリーズになっています。これはオプティマスプライムだわ。<laughs> この動画を見てるあなたは、自分の中のしっくりくる呼び名ってありますかね まあ、オプティマスプライムまあ、もしくはコンボイって、本当に実にいろんなものがたくさん発売されているんで、まあ、最近の割と、なんていうか、みんなが購入してそうな、スタンダードなものを並べてみました。ここが同じスタジオシリーズですね。ちなみに、話ちょっと脱線するけど、いわゆるこのコンボイね。コンボイの、さらなる決定版が今後発売されます。それが、今回のこのスタジオシリーズで出るわけです。 スタジオシリーズ今まで結構いろいろ出てたけど、ありそうでなかったオプティマスプライム。もしくはね、このコンボイスタイル。これいよいよ出ます。これがね、ボイジャークラスといい。これちょっと大きいんだけど。さらに一回り大きいコマンダークラスで出ます。いやー、これ、決定版になるだろうな。ロボットモードはこんな感じです。さあ、そしたらね、変形させよう。オプティマスプライム。トランス 4! オタフテクニカルレベル、あそうだな、ずばり3。まあ、ごくごく標準的な難易度ですね。簡単すぎず、難しすぎず、絶妙なサイズ。アクセサリーパーツ、外しておきます。ここからいきましょう。まずは、頭部を反転。上を向ける。そしたら、これを中に押し込む。そしたら、バックパック。 上に起こし、回転軸があります。上に向けておく。そしたら、胴体を上に起こし、回転軸があります。ここで下半身を回す。そしたらこのまま下半身、ちょっと変形させましょう。内側のこのパネルを表に出す。 そしたら足首。反対側も同様です。このようにしておきましょう。さあ、そしたら再び、えーかえー、上半身ですね。ここの中にカバーがあります。これが詰めかけになっています。これを使って正面に持ってくる。 さそしたら腕。この中にもう一段パーツが入っていて、外側に開く。そうするとこういう風になります。で、これをこの中に入れる。そしたら腕の可動軸で下に下ろし、こっち側に向けると。そしたらこの側とここでロック。こうですね。 反対側も同様ここまできたらこれをかぶせるとさあだんだん終わりが近づいてきました。 え、腰ですね。これ、ロックがかかっています。ロックを外して、上に起こし、これを、え、ここの可動軸を使って、下に下ろします。ちょっと待ってよ。よいしょ。ごめんね。もう一回やろうか。こうなってるのを、この中に入れる。そしたら、足の付け根を使って、こう前に出します。で、この時、足をちょっと曲げつつ、 グッと持ち上げます少し曲がっているのが分かるでしょうか反対側も同様こうですね一回武器を、えー、の収納しないタイプでやりましょうか中央部分を接続しここにロックがありますここと あとはここですね。これで、拳で、このピンを持たせるような感じなんだけど、これがね、個体差なのか緩いです。まあ、1ギメだと覚えておいてください。位置ギメのピン。ここはもう、定位置に来て、ロックされてますね。ここはちょっとふわっとすんだよな。<laughs> こんな感じです。そしたら、最後に、肩のパイプ部分。ハンドガン。 これを回転させる。そうすると、変形完了ビークルモードだお <laughs> お、見事に変形しましたね。今回のこのビークルモードは、なんていうか、この、ここの部分にちょっと特徴があります。これ、あの、再,あの再現度が高いなと思いましたね。横。こう見ると、えー、拳がここにあります。 拳だと思ってみると違和感はあるかもしれないんだけど、こう、色味で見るとあんまり違和感ないんでな。<laughs> 赤に青。おなじみのあの、オプティマスプライムのカラーリングになってるんで、そこまで変ではないかなと思いますね。この胴体周りの変形とかも気持ちいいです。ちゃんと殺そうこうできます。男は黙って、殺そうこう。さあ、アクセサリーパーツ。足と足の間、ここを一旦開き、このすね当てですね。 この内側に穴が開いています。さっきのエナジーアックスのここ。これを両側で止めるわけですね。こうやって入れて、で、再び閉じてあげると。こうですね。ここれでエナジーアックスが余らずに済みます。そして、このアクセサリーパーツですね。こことここですね。下のこのピン。 これ気をつけてほしいのが、えっとね、奥まで行くと外すときちょっと大変なんで、ちょっと軽く入れさせていただきます。本当はもっと密着します。こういう感じですね。なんだろう。この肩の部分が今回は銃というか、あの、まあ、ガンタイプになってるんで、こういうアレンジになっています。洗剤画像とかは一部、このまま、説明書でもこのままだったりとかするんで、こんな風にしてあげれば4問のキャノンがね、 こう前方にに向くようになっています、まあ、完全にアクセサリータイプなんで、これは。まあ、つけてもよし、外してもよし。ロボモードでそのままつけないでもよし。で、まあお好みで選べますね。最後は比較しましょうか。俺たちのコンボイ。ミッシングリンク版のコンボイですね。これは僕たち、地球人に馴染みのあるデザインになっています。アースライズ・オプティマス・プライムです。さっき僕が これもコンボイだよなーって言ってたやつです。これは実際の商品では後部のトレーラーが付属します。そして前作のビースト覚醒。これは初代のいわゆるコンボイデザインを引き継いでいます。まあデラックスクラスということだけあって、そうだね、一回りちょっと小さい感じはするけど、ボリューム的にはね、負けてないんだよね。デザイン、大きさ。なかなかいいと思います。 さあ、そしたら最後は再びロボモード行こうかトランスフォー <laughs> どんどん行きましょうか武器を外して、えー、ここですねパイプを回転2箇所のロックを外しここです、ね、そしたら足を下に下ろす ボールこれですねそしたら腰アーマー軽く整えつつやってくださいそしたらここを開くで今度はえっ、ー、ともう外れてたんだけどねこれも外してくださいそしたら 上に向けて外に出してで腕をこの中に入れると反対側も同様ここら辺の変形が気持ちいいね気持ちいいところもありつつ細かいところもある絶妙なバランスです下に下ろし回転軸で回しカバーをこの中に入れる そしたらロックで一旦下半身いきましょうか入れる足首そしたらカバーを下ろしアクセサリーパーツとかはね今回省略します首元を起こす ドープを起こせば変形完了ロボットモード全体的に簡単すぎず難しすぎずトランスフォーマーのこの変形の楽しさを味わうことができます絶妙ですね一通りの遊び方はこんな感じというわけで今回の「劇場版トランスフォーマー」スタジオシリーズ「トランスフォーマー1」 デラックスクラス、オプティマスプライムのレビューいかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。いや、いよいよね、劇場公開で楽しみですね。さあ、この商品ね、デラックスクラスの中では割と大きい方でしっかりとした作りになっています。変形パターンもさっきご覧いただいた通り、まあ絶妙な感じですね。繰り返し往復変形したくなるような楽しさがあります。 アクセサリーパーツもいいですね。エナジーアックスに。肩は今回10というアレンジになっていて、2兆拳銃持ちができたり。あとは、リーダーの証マトリックスですね。そうそうそう。この脈々と受け継がれるマトリックスを、まあ、今回はオプティマスプライムに、えー、初めてね、なるっていうところで、まあ、ちゃんとこれがね、ついてるところ嬉しいです。あとは持たせ方とか、まあ、トータル的に非常に遊びやすいものになっています。 そうスタジオシリーズはね、大きさもサイズ感なんかも結構意識して作られてるんで、まあ、今後他にもね、いろいろずらっとこのシリーズで並べたいなと思っている方や、まあ、トランスフォーマーをね、なんだったら今回初めて見てなんか買ってみようかなっていう人にもおすすめです。本当俺みたいな母ちゃん野郎にも <laughs>、もうどうしようもない母ちゃん野郎はね、まあまあ、おそらく買うと思うんだけど <laughs>、とてもいいものになってるなと思いました。そうじて大満足です。気になった方はぜひ、 あの、国内でね、発売された際はゲットしてみてください。今回の動画面白かったなという方はね、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはね、どんなことでも結構です。おー、とハいや、早く見たいなとかね。あ、これのメガトロン、いつか出てほしいねとか。あ、僕はトランスフォーマー1は、あの、すごいでかいやつを買ったよとかね。これよりもうちょっとちっちゃいやつ買ったよとか。他のキャラクターの。 活躍が楽しみとかねなどなどどんなことでも結構ですあなたからのコメントを待ってますそれでは次の動画でお会いいたしましょうおたまでしたまたーのったてね